武器を撃つ鍛冶師はな、そいつで流れる血まで背負わなきゃいけないんだ。命を奪うようなことはいたしません。偵察の木、伊豆くんぞよく行使し相譲らぬ。なぜこの私がお前ら劣等品のために時間を浪費しなくてはならないんだ。誰の方で私の体の内部は1400度にもなんだよ。